ます。今日はリースの日です。リースっていうのはブランドをたくさん回ってお洋服を集めてくるっていう作業なんですけど、今日はたくさん可愛い春服を集めていきたいと思います。1軒目はバジックさんです。チラ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 見えるかな？今日はリース日ということで、きちんと感もありつつ動きやすいスタイルにしてみました。やっぱりこのワイドパンツは本当に履き心地も良くてシワになりにくいので、たくさん歩く日にもバッチリです。足元はペタンコローファーで歩きやすくしてみましたが、まだちょっと寒いのでソックスレイアウトしてます。で、全身は好感度高めなワントーンコーデにしようかなと思って、全体的に白っぽコーデにしてみました。このカーディガンもめっちゃお気に入りなんですよ。これはマカフィーのポコポコなケーブルニットカーデになります。なんかちっちゃいポケットがついててすごい可愛いです。キャッチーなセリーヌのバッグだったりとか、あとこういうね、カチューシャ。これはアレクサンドル・カリーのやつなんですけど、こちらのちょっとキャメルのカチューシャをつけたりして、ちょっと上品だけどキャッチーなスタイルに仕上げてみました。気に入りコーデです。わー可愛いバッグがずらりと並んでおります。バジックさんのバッグ毎月すごいお世話になっております。わー、この春色のミニバッグめちゃ可愛いです。おはようございます。今から大阪に行きます。スタバを買って新幹線に乗っております。大阪に着いたら母と用事を済ました後に温泉に行きたいと思います。カジュアルにラフなカフェ、あとで全身コーデはお母さんに撮ってもらおうと思います。はい、せちゃんと合流しました。来てくれて楽しみです。今日のせっちゃんファッションチェック。黒にブルーを差し色にした関西マダムコーデでした。イエーイ。今日は東京から大阪まで新幹線で移動する日なので、ちょっと動きやすい楽ちんコーデにしてみました。この主役のワイドパンツにスウェットを合わせております。今回は M サイズを選んでちょっとゆるっとした感じにスタイリングしています。どうですか？ M サイズだとちょっと丈も若干長くてゆとりがある感じに着れるんですよ。楽ちんコーデにしたかったので、こういうロゴのねスウェットを合わせて、さらに明日も温泉旅行に行くからアウターは着回しするということで、シワになりにくいGジャンを選びました。全体的にカジュアルなコーデなんですけど、髪の毛にねあえてリボンをつけたりとか、あとはパールのネックレスを首元につけてちょっとレディーな要素を足しています。これが田辺ポイントです。あと旅行バッグはプラダの旅行バッグを使ってます。これはね、新幹線のチケットとかここのポケットに入れれるからすごい楽ちんなんですよ。これもおすすめです。お宿に着きました。今から晩ご飯タイムです。今日はボタン鍋でイノシシを食べます。地元の神社にお参りに来ました。スサノオノミコト神社です。大阪2日目のコーディネートはこんな感じです。ジージャンとパンツは着回しにしたので、このねシアータートルだけ今日は追加しました。こういうスカイブルーのシアータートル入れるだけで昨日と全然違うコーデに見えませんか？今回はちょっと綺麗めな大人風のコーデにしてみました。いかがでしょうか？で、胸元が寂しくならないようにシアータートルにはこんな感じでゴールドのコインネックレスをつけています。カーカーカーって言ってますけど、ワンワンワンとも言ってます。で、こちらのパンツ、1週間着回ししてるこちらのユニクロのパンツちゃんですけど、やっぱりエクリュってすごい合わせやすいですね。結構ブルーとかとも相性良くて春らしく仕上がるので、こういうね綺麗なブルーとエクリュの合わせもおすすめです。ペコちゃんやってきました。不正のペコちゃん大好きなお店です。今日は百名店のとんかつ青木を食べに来ました。パワーチャージをしたらこの後カフェでちょっとお仕事したいと思います。ほら、百名店期待大です。お腹がいっぱいで頭がクラクラしています。ここにお布団があったらすぐ寝れるような状態。ちょっとひとまずカフェに行ってお仕事を済ましたいと思います。この近くにこれまた百名店のカフェがあるらしいから、百名店2百名店をしちゃおうと思います。イエイ。
今日はランチの後にカフェでお仕事をする日なので、ちょっとかっちり感もありつつもラフなお仕事スタイルにしてみました。でこの春はボーダーがね来るので、ちょっとボーダーのトップスにあのネイビーのジャケットを羽織ってマリンカラーで作っております。こういうキャップをかぶってカジュアルミックスにするのもおすすめです。程よく綺麗めなイメージにしたかったので、ジャストサイズの S サイズを選びました。イメージはシャレオツな四五デキ女です。ここはパンとかあとチーズケーキがおすすめみたいです。ル・パンコリアン芝公園店。むちゃプリンだこれ。いただきます。うーん、ウーマです。うまい。香り高い。結構なお手前で。じゃあ、本日はこれから撮影の日です。今日のモデルは仲良しのアミーゴちゃんです。ワンピース企画なのでいっぱいワンピがかかっております。頑張るぞ。今日は撮影デーなのであまり色味が激しくならないようにモノトーンコーデでまとめた影武者スタイルでございます。こういうちょっとフリルがついたりとかレディーなデザインのブラウスにはあえてハンサムなワイドパンツを合わせてギャップを作ってあげるのが結構今年っぽくていいんじゃないかなと思います。でトップスが割とあのコンパクトなものなので、パンツもジャストサイズで今日は S サイズを選びました。撮影で結構歩くからフラットシューズで足元は歩きやすくしております。撮影の時って結構両手が空いた方がいいかなと思うので、バッグもこうやって肩掛けにできる感じのミニバッグにいつもするようにしています。黒とエクリとイエローの感じがちょっと春らしくて可愛いかなと思った緑コーデでございます。アミーゴのワンピース企画の撮影です。これからロケに行きます。そして早速アミーゴの私服紹介でございます。それはどちらの何ですか？ザラのザラです。ザラのザラ、サイドを見せていただいてもよろしいでしょうか？わー、かわいい。やっぱりアミーゴ着ると高見英語しますね。こんにちは。本日は打ち合わせということでキャンキャン編集部に来ております。で編集のヤスさん、通称アンちゃんと一緒に打ち合わせをします。今回のテーマはね、ちょっとちらっと見せるとオフィスカジュアル企画なので、今からねオフィスの女子について意見をバチバチと飛ばし合いたいと思っています。今日は編集部で打ち合わせの予定があったので、かっちりとセットアップコーデにしてみました。でこのジレはユニクロのワイドパンツと同素材のジレが今季はね展開されてるんですよ。色も一緒なのでセットアップ対応で着用できるものになっております。だから普段からワイドパンツ履いてる人もこちらの、ね、ジレを買い足してもらえれば、あのちょっと打ち合わせとかきちんとした用事だったりそういう時にも対応できるんです。でちなみにあのジレだけじゃなくてジャケットもあったんですけど、田辺的にはちょっと今っぽく着たいのでジレがおすすめです。大人な四五デキ女を気取りたかったので、こんな感じのダスティーオレンジのナミチーマーセカラーのカットソーをインしてみました。ゴールドアクセをつけたりなんかしております。で打ち合わせだから資料を入れるために少し大きめなバッグを採用いたしました。こんにちは。今日はコーデルームでコーディネート組んでおります。こんな感じ。靴とか服が大量に並んでいます。今日はコーデ組の日なんですけど、コーデ組の後に銀座にお買い物に行く予定なので、ちょっと映えニット着てみました。これはラメラメふわふわのニットカーデなんですけど、今季はラメとかこういうふわふわとかの素材も流行るのでぜひチェックしてみてください。でこんなピンク色のニットにもこちらのユニクロのワイドパンツちゃんはバッチリ合います。やっぱこのピンクとエクリの色味も可愛い気がしますね。全体的にちょっとベイジーな感じの優しげトーンでまとめてみました。足元はまだちょっと寒いけど、あのストラップサンダルをどうしても履きたかったのでソックスインして履いてみました。今日は割とコンパクトめなトップスに合わせる予定だったのでパンツは S サイズを選びました。すごい2タイプうまく着分けられてる気がします。コーデ組後に
モンブランを食べに来ました。美味しそうなモンブランが到着いたしました。美味しそうです。じゃーん、ついついお買い物してしまいました。何を買ったかは後でお家でお見せします。お楽しみに。じゃーん、今日のロエベ購入品はこちら。開けていきます。なんじゃろな。オープン。てるてててててて、かわいい。名刺入れを新調いたしました。すごいシックなグレーのレザーの名刺入れにしました。嬉しい、やった。というわけで、この春大活躍間違いなしのユニクロのタックワイドパンツ Vlog でした。最後まで見ていただきありがとうございました。いや、あれを驚く一緒にギット今日は昼もとんかつ青く100名店、そしてカフェも100名店、200名店になりました。